進みまして化学衛星についてちょっと見てみましょうか、ね、あの教科書にあるのは例えば、種をまく日をずらしても花を咲かせる日が同じだったっていう実験が載ってるんだね。4月26日に種をまいても4月30日に種をまいても5月3日に種をまいても全部9月4日に一斉に花を咲かせたっていうのね。確かに植物って花を咲かせる時期を一歩ミスると、例えばそいつ自家受精できなかったら、えって俺だけ花咲いて、えってお前ら、え他の人誰もいなかったら俺何のために花咲いたのみたいなね、無駄になっちゃうでしょ、ね、みんなで一斉にあ頃合いを見計らって、あそろそろ季節だねっつって花を咲かせるんですよ。だけど植物にはあの目も耳も、ね、ないのに、だけどもう花を咲かせる季節だねなんてどうやって判断するのか不思議に思わないですか、ね、その判断の仕方には2種類の判断の仕方があって、1種類目の判断をしている植物を単実植物、単実植物は、ね、ちょっとね定義しっかりやってみよう。単実植物は連続した暗記、夜のことだね、連続した暗い時間、連続した暗い時間暗記が一定時間より、ね、あの日が短いってことは長い、ね、夜がって意味だから、一定時間より長く、ね、夜が一定時間よりも長くなったら開花の準備を始めますっていう風に、ね、夜の長さを、ね、植物は測って、ね、季節によって夜の長さって変わっていくでしょ、ね、中学校理科で見たように季節によって夜の長さが変わってくるから、その夜の長さを測ることによって開花する時期を決めてるっていう、ね、結構すごいことだよ ね。これ別に、これが1種類目で、ちょっとね、あの長実植物ってのを見て、ね、長実植物っていうのを見て、そっちは、ね、連続した暗記が一定時間よりも短く、ね、短くなったら開花するのが長実植物です、ね、ちょっと短実植物について見てみましょう、ね、あでも先生、つまりこれはこう言い換えもできますねって先生、ね、連続した明記、ね、明記連続したお昼の時間、ね、連続したお昼の時間が一定時間よりも短くなったら開花ってことと同じですねって、違うのね、違うの、それとはちょっと違うんですよ。こんな実験がありますよ。でも先生1日24時間じゃないですか、ね、1日24時間で例えば明記の長さが何時間かあって、これお昼の長さね、あの明記の長さが何時間かあって、ね、夜の長さが、ね、暗記何時間かあって、ね、先生の言ってるのは連続した暗記、連続した暗記、夜の長さが一定時間よりも大きくなったらね、いい？一定時間よりも、ある一定時間よりも大きくなったら開花しますよって言ってるんですよ。開花しますよって言ってるんですよ。でも先生、それって明記が一定時間よりも短くなったらね、明記が一定時間よりも短くなったら開花ってことと同じじゃないですかって思うかもしれない。だけど、それとはちょっと違うんですよ。あの断言するけど、それとはちょっと違うんですよ。こういう実験があって、この暗記を強い光で2つに無理やり分けるんです。中断する、光を当てて暗記を中断する、そんな実験を行いました。その、光を当てて暗記を中断、一瞬で光を当てて暗記を中断、光を当てて暗記を中断、光を当てて暗記を中断、光を当てて暗記を中断することを光中断って言うけど、ね、光中断って光を当てるのをやめるんじゃないんだよ。暗記を光を当てて中断する、略して光中断だよ、ね、これあの光を消すことじゃなくて光をつけることだから注意ですね。光中断、ここで光中断を行うと、この植物って連続した明記の長さは変わらないけど、連続した暗記の長さがここで2つに分けられてしまうよね。いい？もう一回言うよ、もう一回だけ言うよ。連続した明記の時間は光中断を行ってももちろん変わらないけど、連続した暗記の時間は光中断によって分けられてしまうよね。そうするとこの植物は開花をしなくなることが分かったんだ。つまり OK? OK? つまり植物は
連続した暗記の時間を測っていたってことが分かったのね。で、光中断をもちろんやめたら、連続した暗記、ね、連続した長い暗記ができて、ね、連続した長い暗記、ね、ね、連続した、ね、長い連続した暗記ができて開花、ね、するようになるって、ね、こんな風に植物は連続した暗記、夜の長さを測っていたってことが分かったんですね。で、この一定時間、ね、この一定時間、ね、一定時間よりも、俺はこの一定時間よりも長くなったら開花するわ、ね、この一定時間、この時間よりも長くなったら、ね、この時間よりも、ね、この時間よりも長くなったら、ね、この時間よりもね、ちょっとでもね、ちょっとでも長くなったらね、ちょっとでも暗記が長くなったら俺開花するわっていう、この一定時間のことを限界暗記って言います。ね、単純植物は限界暗記よりも長い暗記で開花する、ね、植物です、ね、限界暗記、ね、限界暗記よりも長く暗記がなったら開花する、ね、その一定時間を限界暗記って言います。ね、長寿植物の限界暗記は、俺この時間よりも暗記が短くなったら、このある一定時間よりも短くなったら開花するわっていうのが長寿植物の限界暗記。この一定時間は植物によりますね。植物によるってことは問題によるってことですよ。この長さは問題によって変わります。この一定時間の長さは問題によります。よくある引っ掛け問題で、単実植物は限界暗記がすごく短い植物だから単実植物というね、ブブーです。違います。長寿植物は限界暗記が長いから長寿植物というね、ブブーね、違います。限界暗記の長さは植物によって様々です。単寿植物だろうが長寿植物だろうが限界暗記の長さは様々です。それよりも暗記が長くなったら開花するのが単寿、ね、それよりも暗記が短くなったら開花するのが長寿、ね、ちょっと紛らわしいけど、ね、しっかり単寿植物、長寿植物、問題集の例題を含めてしっかりマスターしていきましょう。